はいどうも、ドル円が140円を超えました。日経新聞にもそのことが取り上げられてまして、かなりタイムリーだなと思いましたね。で、今回ですね、この140円台に行くにあたって、 あの120円前後で私の場合は仕込んでいるってずっとこの半年間申し上げてくる機会が多かったんですけども長期になればなるほど今度はねファンダメンタルの要素も結構大事なんですよそのことについてお話したいんですけども今回この日経新聞の記事が私のね言いたいことをすごく ポイントにまとめててお話してくださったんでこの記事のポイントっていう見出しが3点ありますね。で、記事は長いんですけども、もし興味があれば読んでいただければと思いますが、この記事のポイント3つがまさに私の伝えたいことだったんですよね。ただし、長期のトレードっていうのは、それなりの資金力と、抱えられるリスク、精神力、技術、こういったものが必要になってきますので、まだドル円でね、 1>, 1時間で十分利益が取れないとか、ロットがしっかり積めないとかね、精神力ちょっとまだ追いついてないんだよなって方は、まあ、近い将来、ファンダメンタルで、えー、このね、長期のトレード、何週間とか何ヶ月みたいなところにトレード、挑戦することもあるかもしれないなと思いながら聞いていただければと思います。 さあそれではね記事のポイントを話していきますまずは1998年8月以来の水準今年に入り25円下落って書いてますけども実は2022年は30円ぐらいは上下するんではないかなっていうふうに言われているわけなんですよね実はは月めめに年始めに年年言われていたの今は。今年は 140円行くんじゃないか、150円行くんじゃないか、中には200円を超えるんじゃないかなっていうふうなね、アナリストさんがいろんなところで記事を書いてたわけですよ。で、そういったものを1月2月読み込んでいって、そして、えー、感染症のこともありますしね。感染症が起きると何が起きたかっていうと、ロックダウンをはじめとして、えー、流通の形がグローバル経済とは全く変わってきて、ブロック経済に近づくことになっていくわけなんですよ。そうなると大きく荒れるものがあって、その一つがドル円のバランスってことになります。ね。 財政出動もアメリカでは結構派手にしましたよね。で、それからアメリカのドルを使っている国も財政出動を結構してます。そういったのをファンダメンタル的に情報を集めていくと、円はこれからどん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 売られてね。 それから、ドルはどん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 買われるっていう流れが、ぼんやり見えてきたところに、おそらくこれは、今は120円も行ってないけども、今年の初めですよ。120円も行ってないけども、120円は突破して、125円、130円、135円と進んでいくだろうな、しまいには、今年中に140円に行くんではなかろうかというのが、目算として捉えられたんで、あの、年のトレードをするつもりでね、10ヶ月とかっていうスパンで、トレードをするつもりで、えー、月間業、月間の玉を持ったわけですよ。 で、今年、今、ずっとトレードをしながら、長期の140円で決済する玉を持ってますよってことはね、えー、お話しすることが結構あったわけなんですけども、今回それが達成できたということになります。まあそうするとね、サムネイルのタイトルにもありますように、まあ1000万で書いてますけどもね、まあ1000万規模の利確ができたってことなんですよ。これは多分ね、私と同じようなレベルでされてるトレーダーさんも同じようになってると思いますよ。 そんなに人数は多くないと思いますけども、実はね、FX のトレーダーで、私と同じぐらいの資金量、私と同じぐらいの技術、私と同じぐらいの精神力を持った方っていうので、固めている、そのグループ、コミュニティがあるわけですよ。で、そのコミュニティで、まあ、やり取りすることがあるんですけども、まあ、特にね、特別な情報があるわけではありませんけども、本当雑談程度なんですけどもね、そこで語られているのは、大体の方向性なんですよ。 みんなでこういう風になるんではなかろうかっていうので結構意見が一致するんですよね。というか一致しかしたことがないんですよ。まあですんで、長期はそういった形でファンダメンタルを組んどいて、えー、玉を組んどいてね。それから1時間トいードそれとは別にテクニカルにこだわるため、テクニカルを忘れないためにやってるってところがあります。あの、やっぱりね、あのー、何週間何ヶ月っていうテクニカルって、だって週に1回とか月に1回しか基本的には変化がないわけじゃないですか。 ロソク足一本が一週間とか一ヶ月になってくると。そうなってくると、頼るのはファンダメンタルに変わってくるんですよね <laughs>。はい。で、まとめても言いますとね、この記事の一点目なんですけども、あのー、今年に入りに25円下落とかね、それから時は年始めに今後円安が進んで150円とか200円に行くんじゃないかなっていうふうに不安を煽る人が出れば出るほど本当にそうなっていくんですよ。なぜならそういったアナリストのお記事を見ながらね、えー、まあ、 中堅以下のトレーダーさんっていうのは自分の方向性決めるからなんですよで。まさにどっちに向かうかっていうのは最初は噂から出るんですよね。こういったトレーダーさんが今年中に140円いくんじゃないですかって言ったら本当に140円の方に向かっていってね。で皆さんも選択に困った時、私もそうですけども、バイカセルの選択に困った時に多くの人が考えてるだろうという方向に舵を切るんですよ。つまりは円高になるっていうふうに考える人とかあまりいないわけですよ、今年は。 っていうことは、円安になるっていうので、多くの人の意見が一致するということは、円安の方向に、つまりは、ドル円で言ったら、バイの方向にね、迷った時は、舵を切るってことになります。ま私もね、ほとんどの場合で、バイっていう風に言ってきましたね。バイバイ、バイバイバイ,バイみたいな感じでタイトルつけることも多かったんですけども、あのー、なんと言いますかね、 私がセルで撮ったっていうのは明確に言うと、倍で何品までして、それでもロスカットを食らったからセルを入れたみたいなとこなんですよ。なんでそうなるかっていうと、なんでそこまで極端になるかっていうと、長期の倍の玉を持ってるからなんですよ。1時間とかでね、セルでロスカットを食らっても、まあ言ってみれば屁でもないわけですよ。もっと言ったらその1時間の玉っていうのを残しっぱなしでもいいわけなんですよ。ただし、私ね、放送してるっていう面もあるんで、あの、私の無茶苦茶な あの、バイアンドバイで、ね、それからセルに行かないで難品するっていう、あの、一瞬のあの場面、たった一回きりですけど皆さんにお見せしたのは、あれが深く印象づいてもいけないんで、あんまりしないようにはしてるんですよね、うん。まあそういう放送の責任っていうのがありますんでね。だから、あの、やっぱ見せれないところとかね、これは真似されたら、勘違いされたらやばいなとか、見せてないところもあります。まあただし様々な、ああ、ポジションを取りながらやっていって、で、あとはね、 お見せする用のチャートってのも用意してるってことになりますちょっとまた余計な話が入りましたんで次行きましょう日米金利差の拡大見込み円売りドル買い続くってあるでしょあの一つだけ申し上げましょうあの4兆円規模の海外支援を岸田政権決めましたよねアフリカを中心にあのそこでですけども4兆円って円で4兆円持っていくわけではないんですよ 現地通貨なり、現地で通用する通貨に交換するんですよ。つまり円を売って、その通貨を買うってことなんですよね。で、アフリカって現地通貨使ってる例ってそんなに多くなくだて、大体ドルをたい通貨として、まあ、あの、法定通貨に採用してるんですよね。そうなるとね、4兆円の円が売られて、いくばくかの何兆円かのね、ドルが買われるっていうふうに想像つくじゃないですか。これファンダメンタルですよ。テクニカルでは解釈できません。 あの、チャート上には現れてこないですから。で、これがいつ行われるのかっていうことに、ものすごく関心があるわけですよ。私たちはね。で、そういうのを織り込んでいくと、基本的にはね、これからも円が安くなるだろうということはわかります。だって4兆円も手放して外貨にするわけですから。ね、とりあえず円は安くなります。で、そこに加えて、円を売って、アフリカでドルを採用している国に支援するときにはドルを買うことになるでしょう。そしたら、 今回の円安っていうのはまだまだ進んで150円とかに向かっていく。つまり4兆円の介入をしたと同じとは言いませんけども、似たようなことが起きるんだろうなっていうふうに、ファンダメンタルで解釈するわけですよ。ね、これもだから、あの、FX トレーダーのね、えー、中級上級編の限られた有料のコミュニティの中で意見の一致するとこなんですよね。まあ、一致しかないんですよ、そこでは。<laughs> 本当に。<laughs> はい、次です。商品価格高騰で日本の貿易赤字拡大も円安材料って書いてますけども、 あの日本の貿易赤字が拡大したら円安になるっていうふうな先入観をマスコミが植え付けて本当かどうかは分かりませんけども本当にそうなってるんですよ、今ね本当に日本が貿易赤字を拡大するとそれだけで円安になるのかどうかっていうのは今のところ分かりませんけどもただね貿易赤字が拡大したら円安になりますよっていうふうに報じることによって世の中、市場っていうのは本当にそうなっちゃうんですよね真実とは別に噂で動くっていうところですね。 で、この3点があるんで、今年140円から、実はね、もうちょっと150円、200円っていうのは、200円はさすがにないですけどね、160円、170円っていうのは大いにあるだろうなと、私は思ってますよ。私だけじゃなくて、同じようなトレーダーさんも思ってます。<laughs> 170円とか今度ね、ポジション立てようかなみたいな。ただ、ファンダメンタルの材料が他にちょっと揃いにくいんで、もしかしたらどっかで介入が入ったり、あのー、 やっぱりな、何がしかのね、力が働いて、そろそろ円高にしようかな、みたいなね。国際金融資本じゃないですけども、なんかそういった力学が働いて、150円程度で抑えられたりね、私たちにはもう理解できないような、120円台に向かうとか、それあり得るかもしれないんで、リスクエッジは大事なんですよ。なぜなら私たちは、私たちっていうのは、私と、それから私と同じレベルの人が集まってるコミュニティっていうのは、その別に、 経済を支配してるわけでも何でもなくって、私たちのコミュニティの上にはさらにね、資金量があって、さらに精神力が強くって、さらに技術のある人たちがいて、しかも動かす金額がもうね、私では想像できないような <laughs> 金額ですからね。で、そういうとことを考えたら、まあ私たちがね、見れるのっていうのは、その FX をこれからね、始めようかなってする人とか、そろそろ中堅になってきたかなっていう方々よりはちょっと見えてるかなっていうところに過ぎないわけですよ。 普通の人ですからね、私たちもね。<laughs> やっとなんとか、あのー、一つの水準に立ったところですから、だから全部が見えるわけではありませんけども、こういう風なね、表に出てくるような記事の方向性を先取りするぐらいはできるかなって思いますんで、今回ね、120円台から140円台までの、この20円の値幅を半年以上かけて取ってるってことになるんですよ、はい。私だけじゃないですからね、これね。<laughs> うん、だからね、 サムネイルのタイトルにもありますけども、1000万円規模の利益ですよ、これで。えー、やっぱ2000万とか3000万とか、ね、800万とか。こんな感じで、私たちのね、皆さんにお見せしてないコミュニティのメンバーっていうのは、まあまあだよね、みたいなことになってますよね。えー、それからこれから、あの、1時間でも言ってますけども、あの、ロットを落としてね、追撃モードに入ります、私たちは。長期の追撃モードなんで、相関ですよ、それは。<laughs> はい、えー、ということでね、いろいろお話ししましたけども、ファンダメンタルで判断する上での、 参考になれば幸いです。おそらくね、ファンダメンタルを気にしだすと、こういった、あの、メディアが報じる方向性っていうのは、今度はね、逆に敏感になってくるんですよ。で、これを当てにするわけではありませんけども、こういった日経新聞などの煽り記事を当てにしてトレードする人がマーケットに多い以上、そこに先行して私たちは仕掛けていくってことは、これからもやっていこうと思いますね。はい、どうも、ここまで聞いていただきまして、ありがとうございました。